誰かーどなたでもき聞こえますヘルプー助けてくれまあはいこ,こここ地面の下えっ、ー、とこの中一人じゃ出られなく電話かける人いないし救急車呼ぶの怖くて。 久々に足音がしてお願いしますありがとうございますう,うんあ,あはいそのまま引っ張ってくださいごめんなさい腕力なくて無理でうん <laughs> あもう少しで上がれそう いやーお恥ずかしいところを古典的な罠にはまるなんておバカさんですよね落とし穴にかかってるのを見るのなんて初めてでしょうしえっ工事中の看板だから泥まみれになったのかはあ 私って本当バカ本当はありがとうございますお昼過ぎだからかほとんど人来なくてこんな時間に何してたんですかジョギングですかすすすだと思います体にいいですし 私は基本引きこもりで運動なんてもう全然買いたいものがあるからって珍しく外に出てそしたらこんな目に笑っちゃいますよねああでも学校にはしっかり行ってるヒッキーちゃんでしてえー、っと新人のインストラクターさんですかすすみません 失礼なことを。こ、こ、高校生お、お若いって、変な言い方ですね。で、はえ同じクラスのあああ、うん。はは。ごめんなさい。 確かに、この声聞いたことあります、知ってます。隣の席でしたよね。話をしましょう。えーえー、異性と仲良くしたいと一度でも考えたことありますよね。もちろん私は、か、じんじゃった。ある。自分から言ったんだし、正直に。うん。えー、ど、どうですか 当然ですよね。わかります。わかりますよ。だったら、恋人ごっこしてみませんこんなのでもしっかり女の子。胸だって大きい。ブカブカでよくわからないか。脱いだらすごっ。えーっと。髪だってサラサラ。今どき女子はわからなくても、 彼女と過ごしている感じは出せるかと困った時は頼りなさいその代わりお返しは忘れないようにっておばあちゃんから教えられた言葉ですここまでよくしてもらったお礼服が乾くまででいいから付き合ってくださいじゃあ じゃあ、カップル成立ってことでは初めてだ <laughs> いや短い間だけどこの一かをどうぞよろしく恋人ごっこをするにあたってもっとお互いをうん、えー、ねえ親御さんは一人暮らし私はそうなんだけど 一緒か同い年二人っきり意識するとカーって熱くならない本物のカップルじゃなくても男の子がいるってだけであべ <laughs> 別に無理してるわけじゃない友達関係すらゼロのぼっちだったから苦戦してるだけ 話したい気持ちは強いネタさえ出せれば広げられるはずお面白い会話はき強要するのよえー、っと普段どうしてる趣味とかそこにゲーム機あるのは知ってる一日何時間 私はだいたいそうだな56時間 <laughs> うーんと起動していいんこれがアカウント名なんだ。 サブアカはないのああ、うん、34個もないのかよくある日本アカウント縛りっていうそれで問題なかったらこれやっていいガチでリアルのレースゲーどんなのか興味あるあありがとうの前に。 トロフィー見せて好奇心には勝てなくてーへーはーおーこれは作業系だよな知ってるもうやりたくないんだ面倒だしわかる あもうちょっとアップな壁に当たりそうだと焦るリアルなグラだと余計ヒヤヒヤするしうわ後ろからニュって抜かされた瞬間この野郎負けらんねえとなる うなあ前に出たいのにもっとやってみたいけど別のものは今インストされてるの見ていいのっこれ悩んでてトロコンすぐみたいだし早めに買いたい。 うん、うんうーんいやー好みが分かると距離感がググッと縮まるあ私もこのゲーム大好き約束された神ゲーって言葉の通りでフ <laughs> もう150時間はやったでも二人用のものはああれやってる 300本以上の新作旧作が遊び放題になるっていうブルースクじゃないあサブスクだおお入ってる入ってるんだ気持ちぴったりガチで好きになっちゃうじゃん簡単でしょ近づいて攻撃するだけクソナが即死コンを覚えなくて爽快感抜群ひたすら殴って殴って掴んで投げて殴って あーさすが理解が早いうんうん縦移動が重要それで攻撃誘って避けて慣れると無双できるしかもコンボもビシバシバンバンうんにゃこれ大好きこのコンボ気持ちよすぎなんだよなふっ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 ふふふふ <laughs> 思い出し笑いはダメだろドン引きだって <laughs> すまんごめんねもうこれたまんないトロフィーを獲得しましたって音聞くと、うん、ドキドキしちゃわないフ <laughs>、うんほーら被弾したらと。 コンボもゼロスコアもゼロ頑張れコンボ一緒に楽しもうここのザコがナイフ持ってて一直線に突っ込んでくるから安西軸ずらすかジャンプ攻撃で精神的にヤバくなってる時の気持ちをゲームにしたものとかどうとかつまりホラゲ こういうのマジ苦手でも気になるのがゲーマってもの。無理と分かってても二人ならなんとか。叫んじゃったらごめんね。リアクションに笑わないでね。し、信じてるから。いいよね。起動するよ。

歩きめるだいねっねえやめよそうやって驚かせるのはほらげちゃうびっくり芸になるからもっとこうじわじわとした恐怖をく <laughs> これにてクリアー 楽しかったー友だか彼氏と遊ぶってこんな気持ちなんだねエンディングの要因なんて知らない難易度上げてもう一周するそれとも別のあごめ,ごめんごめん疲れてるよね休みなしのぶっ続けだし ゲーマーの悩みは理解してる腰が肩こりしんどいとかせっかくだし揉んであげよう遠慮はゼロでいいまだお礼を返しきれてなかったし困った時はお互い様それにこういうのこそ彼女っぽさ抜群恋人ごっこに適した行為じゃない よーし、任された。このいちかのマッサージテクニックを。<laughs> ネタで言ってるんじゃなく、おばあちゃんから好評で、自信あって。まずは肩から行こう。服脱いでくれると助かる。あ、いや、シャツになってく,ください。さすがに。 だから目閉じておく。準備できたら教えてほしい。あー、えっ、ー、と、もう大丈夫。ぜひ。 これだけでもやばプールの時あまり見れなかったしおお思ってない授業中に発情なんてしないキモくないからうん <laughs> 少しずつポカポカしてくるでしょ よしよし手でグリグリしこってうんあとねなんていうの手首の付け根でほぐしてるのそれにシャツがさすれて。 シュッシュシコシコって落としてるでしょ耳まで幸せになる <laughs> やっぱ健康。 骨だよ,ね、よいしょ悪いとこ一点攻めでぐるぐるしてくよ。 うんうんあもうちょっとさせて <laughs> まだコリが残ってる。 じゃあ次首から肩の僧帽筋って名前は覚えなくていいか今なぞってるとこも肩こり解消の攻略ポイントギュぎ,ぎゅー。ッ 本格的な肩の筋肉ほぐしていくあ動き変わったの分かる私のテクニックに感心するご用意ふふフフフフフフフ 背骨と肩甲骨の間は <laughs> 猫背の改善も <laughs> 期待できるコントローラーを握ってたら前のめりになること多いだろうし覚えていて損はない あもしかして喋りすぎかな問題ないよねマッサージ中の会話は最高のコミュニケーション <laughs> この位置かさすがの腕前褒めてもらえるとやる気も増すお。 ありがとう溜まってる悪いのもっと抜いてあげる今度は足横にえー、そこのベッドにお願いできる一番安心できる場所での極楽マッサージ最高のはず あー、寝転んでるかわいいあー、しっかりやりますやらせていただきます足裏グッと押し込むグうん臓器とつながってる箇所むくみも、うん、取れるし健康のために視圧う とてもいいこと足の甲ももちろん普段触らないとこだからって反応しちゃダメ女の子は彼女にやられていると思うとてと。 余計に感じちゃいそうだしピッピトッ包み込んでさすさす膝の裏までこすりあげるふふ。 ふくらはぎがなんて呼ばれてるか第二の心臓つまりそれだけ大切なものいたわるように優しく手もみ なんかさ…今まであえて言ってこなかったことがリンパマッサージやっぱりえろくねだっん <laughs> 本職に失礼か <laughs> 健全にやりたいのにごめんね今度はこっち 元桃の内側に…ああーその大切なとこに近くなるけどあーき気持ちよくなってくださいう<ー>ん <laughs> 血流の流れが活発に。 あー体温かくなってるフフ <laughs> それは助かる背中ポンポンしたらいいかな 家族以外にするのは初めてだったけどこんなに喜んでも 起きたおはようああれ痛いえっとうん落ち着いてください焦ることはありませんあどうか落ち着いて眠っていたのは1時間ですフフ <laughs> あ <laughs> うるさいかなやっぱりえー、ごごめんね音量ゼロにしてたとはいえコントローラーのカチャカチャがえっ、ー、と今してたのはトロフィーのお手伝いです親密度を上げて武将イベントを開放するやつ作業は嫌って言葉覚えてた 少しでもお助けになればと <laughs> この位置か作業体制鍛えられているトロフォアなんでもう満タお菓子は任せてたくさん買ってるいやガムしか持ってねこここれはゲームのお供であって他にもあったはずなんだけどよしよし 最後までチョコたっぷりのやつあと安定のポテチ <laughs> 遠慮せずにどうぞねっねねあパーティー明けしてみたいこっちには見ていけ。 仲良くしたいそれと隣いい <laughs> 何この距離感 <laughs> めちゃ楽しいじゃん, <laughs> ゃじゃん,う,ーんうんうん、うんうん、好てたまらない 気持ちいい音を聞くためにもっと食べたくなるポテチパリッとさせたくてあー持ち方はこれがいいかも小指とここなんていうんだっけよこの薬指そうすりゃコントローラー汚れにくい。 1>, 1話からあそこまで盛り上げてくれるとはいやーよかったよかったもうさよきという言葉しか熱中しすぎてポテチの存在を忘れるほど道理りでお口寂しいわけ食べさせてくださいあうん さっきとは逆で。ああ。んんんもう準備してるんだから早く。ああ。んん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 とんんんんんっんんんんんんん 分かる分かるぞーでもこの状態が心地いいそうでしょもっと二人で楽しみたいいつまでもこの時間を過ごしたいそういうフフ何だろう説明しにくいなああ,あの。 さっきからききキスの動画ばかりなのですが彼女ができたら必見雰囲気作りの方法とは初めてでも安心キスだけで気持ちよくさせる魔法10分でインキュバスにプロの口づけを教えますなうえななな,なんで読み上げてるんだろうあだってこ,こ ごめんなさい。なあうん男の子だもん仕方ない恋愛にというかこういうことに興味あるのは当然それにとっても偉いしっかり勉強してる最初が肝心失敗しないようにしないと。 メロメロにしてやるぞその考え素敵。きっと彼女さんを大切にできるああのさっきの話の続きしていいキスしたことある そ,そ,そ,そうだよね付き合ったことないって言ってたし待たせちゃってごめん君の気持ち教えてほしいフん <laughs> つくしてくれるの、嬉しい。けど、遠慮しない。うん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 。 そんな <laughs> 発んさせたのがわかったからって頭に手をはん <laughs> まダメ逆らえないがっちりホールドしたまま頭撫でるのずるい。 二人で並んで歩くのを数時間ぶり覚えてる心配して声をかけてくれたこと泥だらけの私を連れ込んでいいやそんな表現してもう本当にありがとうね綺麗になっただけじゃなく素敵な彼氏も にしてもあの時は太陽をガンガンに照ってたのに今はもう真っ暗ちょちょっとうんかなり怖い分かってるでしょホラゲはダメ手つなぎたい安心したい うん、ここ,こ,これは別の意味でやばいわギュッてされた時を思い出して手汗びしょびしょになったらごめんああ離さないでねお家まで20分ぐらいずっと握ったまま誰もいないんだし気にしなくてもいい 皆様こんにちはゆ,いざけゆりと申しますこの度は癒し彼女陰キャ同級生ちゃんの恋人ごっこ恩返しに興味を持っていただき誠にありがとうございます、えー、本作品はですね学校ではダウナーでミステリアスな印象で通っている同級生のいちかちゃん えー、彼女には実は気を許した相手にのみ見せるオタクな一面があり、まあ、そんな彼女を助けた俺に恋人格好をすることになるっていう作品です。そうですね、でおうちデートマッサージとか、まあ、ASMR 的な要素もありその他にもというさまざまな音を楽しめる作品となっております。 えー、収録しててですね私自分のねボイスの編集しながら我ながら陰キャオタクうますぎではって <laughs> 思ってしまいはい,いや中の人に似てるってこと <laughs> っていうはいとはいえねあのあのあまりにね解像度の高いガチの陰キャオタクだとあの。 声がね、聞き取りづらくなってしまうので多少の可愛さを残しつつっていうのをね意識して頑張ってみましたうんあのいちかちゃんですねいひひってひひって笑うことが多いんですけど、まあ、これがねなかなかね難しかったんですけどもまあ可愛いいかもしれません <laughs> はい えーそうですね。視聴を聞いてみて、おいいなーなんかちょっとかわいいなーって思われましたら、ぜひ本編を聞いてみていただきたいです。いちかちゃんの可愛いところがいっぱい堪能できて、まあ、癒されたり、時にはドキドキしたりっていうのがね、楽しめる素敵な作品となっております。どうぞよろしくお願いいたします。ではではは 役ゆいざゆうりでしたバイバイ。